だからやめておけと言ったのに、懲りないやつだな。ドジを踏むやつの気持ちはわからないな。一応どころか、しっかりきっかり助けたと思うんだが。動揺なんかしてない、気のせいだ。ところで、そうだな、調査報酬の半分でいいぞ。安いもんだろ、命に比べればな。断る。マドカ、いいから作ってやれ。トーストとハムエッグとコーヒー、全部ブラックで。
冗談だ京一郎。まどかも今日はねぎらってやれ。こいつも面倒な仕事を終えたばかりだからな。旦那がそう言うなら、まあ。それで教授たちはその後どうしたんだって。もうあの連中とはつるまないのかな。それも美津子の情報か。あのメガネ、またお前を目の敵にするかもな。あの探偵がうろうろし始めたから逃げられたとかって。それで今日美津子のところに報告に行くのか。金は受け取り次第全額持ってここに来いよ。なあ、美津子によろしくな。お疲れ様でした。ビルの中で教授がやっていたことの写真はないのですね。この薬瓶の中身は何ですか？どちらかといえば、警察が喜びそうな証拠ですね。一緒です。でも警察は大体のことは知ってると思いますよ。まあしていることはかなり真っ黒なことですが、私たちが請け負ったのはあくまで浮気調査ですから。奥さんには口止め料を水増ししておきますから、京一郎君にもボーナスが加算されますよ。お金はお金ですからもらっちゃってください。危険な目にもあったわけじゃないですか。それは京一郎さんにはお願いしないと思います。
疲れ様でした。きっと次回もキリキリ舞い。みんな元気？今日も笑顔でナビゲーション、キリちゃんだよ。浮気調査お疲れ様。第2話、ふざけろ大学教授は終了。キリちゃんはいつでも影から生温かい目で見守ってるよ。それじゃあ残りの2つから第3話を選んでね。マイコ、応答するにゃー。そんなお話ヒントもあるよ。聞いてみる？これを3話目に選ぶと M のつく人と仲良くなれるみたい。私は候補から外れたと見せて、私は水口キリだよ。大逆転チャンスもあるかも。これでいいかな。まあな。つうか、俺は給料払ってるんだぜ。あ、はい、わかりました。ことこさん、あんな男の言うこと聞いちゃダメ。自分をもっと大切にね。
旦那もこいつと一緒にいるとバカと貧乏神が映りますよ。違いない。もしもーし、京一郎くんですか？